よいしょ、はい、どっこいしょと。おはようございます。いや、いやもう急に最近さ、めっきり寒くなったよね。もう家の中がさ、すごい寒くて、今年もこの子使ってますよ。いやもう寒い、秋どこ行ったのって感じ。はい、ってことでね、今日は先日 YouTube のコミュニティのやつかで募集させてもらったね、質問コーナーについて回答していこうかと思います。今日は別に全然食べないし、ゆるい感じなんでね、皆さんもゆるくお付き合いください。はい、まあね、前振りも長いと飽きちゃうんで、早速質問コーナーに移りたいと思います。173センチ、体重はね、もうしばらく測ってないからよくわかんない。最後に測ったのは70ちょいぐらいかな、70ぐらい。で、生年月日が、1991年の3月7日生まれ。趣味特技があんまなくてね、趣味はとりあえずゲームで、あとね、ちょっと機材やっぱりね、仕事柄集めるのが好きになっちゃって、これが趣味みたいなもんですかね。チャレンジ中、何も考えてない。考えるとね、辛くなった時とか、なんか余計に大変になっちゃうから、あんまり特に何も考えてません。とりあえず、ちょっと急ごう、みたいな。これはね、やっぱり甘いもの系で、特に辛かったのが、もう3年近く前なのかな、名古屋で一度パフェをね、4キロ食べたんだけど、パフェってなると、ほぼね、アイスだから。もうその時真夏だったんだけど、震えが止まんなくて、寒すぎて、あれはね、死ぬかと思った。まあよくテロップにもあるんですけど、これはコツというか、もう真似はしないでください。これはね、僕友人となんかチャレンジメニューみたいのを若い頃のノリで行ったんですよ。で、まあそしたら友人はもちろん普通に食べれなかったんだけど、僕はペロッと食べれて、あ、これいけんじゃねってところから始まりました。まあ、これもね、正直まちまちです。まあお店によってはね、ちょっと支払いの方法も違かったりするので、一概にとは言えないんですけど、基本的には、まあ、僕らが1回の撮影に食べるのが10人前から20人前ぐらいの量なんで、まあ単純にね、かけることの10から20してもらえればなんとなくわかるかと思います。まあただチャレンジメニューとか、まあお店によってはね、ラーメン屋さんとかだったら、麺を増す分には料金が別途で、なんかその一杯頼むのと違う料金を取ったりする場合があるんで、まあ、一概には言えないです。で、僕は基本車移動なんで、まあね、交通費とかも含めて費用ってことで言うと、多分1万から3万の間ぐらい。ね、これもね、超まちまち、ものによるんですけど、まあ早いものだとね、まあ2時間弱とかでできたりはするんだけど、長いものになると、まあ6時間とか、もちろん半日ぐらいかかる場合もあります。これもね、僕今基本的には週に5本とか6本ぐらい上げてるんですけど、まあ2キロとか3キロだったらね、1日に2件とか回ったりはできるので、まあそういったスケジュールをね、ちょっと微妙に組ましてもらって、4回とかぐらいかなは言ってるかもしれない。ね、基本的に今お休みっていう日がなくて、さっき言ったように4日ぐらいね、撮影出てると、まあ、残り3日、やっぱり編集に当てちゃうので、基本的に1日ねフルで休みってことはないんですけど、嫁がね、まあ、仕事をしてて、休みの日はできる限り撮影を空けているので、まあ空いた時間にね、どっか飯食いに行ったり出かけたりってのはしてますね。辛いものは大好き、よく食べに行ったりもするんだけど、まあ僕もそんなに強い方ではないけど、普段だと中本さんが好きで、まあ北極の10倍とか食べたりしてて、ただ撮影の時にね、デカ盛りを食べて、そんなにそれ辛くないのになんで辛がってんだよって言われるんだけど、辛いものって痛覚だから、量を食べると、まあ、辛くなくてもジャブを打たれ続けてるみたいな、いくらなんでもあんだけジャブを打たれたら疲労骨折しますよ。
前動画でね、あのパセリが苦手っていう話をしたんですけど、まあ基本的に乾燥は大丈夫です。生パセリのみが苦手です。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ジラフさん、まあどっちを選ぶって言われたら野菜かな。基本的に撮影をしてなければ食べておりません。量は一般の方ぐらい、もしくはそれより少ないぐらいかな。まあ動画での顔出しは多分ないんじゃないかなとは思います。まああの SNS とかね見てもらうと、まあ僕らのその大食い仲間とかご飯に行く時とかもよく一緒にいたりはするんで、まあそういった写真には乗っかってる場合はあると思うんですけど、まあ基本的に動画で顔を出すってことはないと思います。飲み仲間ですね。まあもともとたまたまね、あの飲みに行った席にまあ何人かの別の友人と来てたんだよね。でその時にたまたま初対面でお会いさせてもらって、話して意気投合して、といっても、ね、会ってから半年ぐらいはね別に会ってなかったんだけど、そっからなんかふとした時に急激に飲むようになって、ふとした時に付き合うようになって、気づいたら結婚してました。家では、まあ、そんな飲まない。俺の500が、まあ、3本ぐらいに、もうちょっと飲もうかなって時はハイボール1杯2杯作ったりするぐらい。で、外行ったら、ベロベロになりたい。基本的に大食いの人たちはみんな仲いい気がする。普段から遊んだりとか飲んだりとかもするし。まぁ、ちょっとね、みんな仕事がバタバタとしてると思うんで、なかなかスケジュールが噛み合わなくて、会う機会もそんなに多くはないんですけど、基本的にみんな仲いいです。まあ、あと、まあ一番っていうのはどうなんだろうな。ドラコくんかマックスさんかな。ドラコくんは僕がデビューする前からまあ一緒にご飯行ったりとかしてるし、マックスさんはね、荒井家と鈴木家、まあ家族ぐるみでね、仲いいんで、まあ誰が一番って言われたらその二人かなと思います。まあもちろんあの同じね大食いの人たちとコラボするのも楽しいんですけど、なんかね全然関係ないジャンルの方といっぱいコラボしたい。それこそ別に食べなくてもいいし、なんか面白いことでも何でもいいし、基本的に大食いの視聴者さんっていうのも、まあ、かなりねコアというか絞られてくるんで、せっかくのコラボだったら、まあ、別のジャンルの人とコラボをして、もともと大食いに興味がない人でも、まあ、見てもらえるきっかけを作れるかなと思うんで、できればまあ別のジャンルの方ともどんどんしていきたいと思います。まあ同じジャンルの人と撮影をしに行っても、まあどうしてもね、2件3件で回れないから、まあ同じ動画を別視点から撮る形になっちゃうからさ、まあそうするとあんまりコラボする意味もなくなっちゃうので、そういった別のジャンルの人たちと、なんかね、楽しいことができればと思います。一旦休憩。ここからは質問を募集した時にいただいた質問内容ではなくて、今までの動画でねコメント欄でなんでなのって言われるのが多かった3項目をね説明していきたいと思います。まあ基本的にこれに関しては、まあ、タトゥーの意味の方はねあのツイッターで固定ツイートをしておりますんで、まあ気になる方はそちらの方をご参照ください。まあ、ただねちょっと多分書いてからまた追加で入れてあるものがあるんで、もしかしたら載ってないのもあるかもしれないです。で、まあ、なんでタトゥー入れたのっていうのに関しては、まあ僕はもともとね、足立区ってところに住んでいたので、まあ地域柄というか、そういったタトゥーって言われるものであったり、入れ墨って言われるものであったり、あんまりそういう否定的というか、そういった概念が全くなくて、まあ昔から入れたいなとは思ってたんだけど、まあ、仕事とか、結婚とか、まあ、将来的にねどうなるかわからないし、まあ、若いうちだとね責任も取れないので、もし入れるのであればなんか自分がね成功した時というか責任が持てるようになった時期になったら初めて入れようっていうのを決めてまして、で、昨年勤め人を辞めてから YouTuber として一本にした時にですね、まあ、入れようと決心をしました。まあもともとね入れた時はそういった意味を込めて入れたりとかしてて、
まあ、それを見た時にね、仕事が頑張れるようにっていうような意味合いを込めて入れはしたんですけど、どれだけ理由があっても、タトゥーがね、嫌いな人とか、まあ、あんまり理解しないよって人からしたら、まあ、何を言ったところで揚げ足取りの材料になるしかないので、まあ極論言えば、まあタトゥー入れたりとか入れ墨入れたりする人は極論ね、かっこいいから可愛いからなんじゃないでしょうか。これもね、もうファッションとかアートとかそういったものって感じで捉えてる方も結構いらっしゃるので、そういった方は特にね、まあ本当に単純にかっこいいから可愛いからでいいと思いますし、僕もそうです。だからまあ別に嫌いな人は何言ってもらっても構いませんし、別に僕は変わらないのでご了承ください。まあこれはね、まあもともと動画をしてて、まあジャンルも大食いなんで、コメント欄にね、昔からやっぱり食べれなくて悩んでる方がいるのにこんなのするなんかどうかしてるみたいな、まあそういうねコメントとかもいろいろいただいてたんですよ。こういうコメントってさ、正直半分嵐みたいな内容では書いてると思うんですけど、ごもっともではあるなと。うん、やる側がなんだようるせえなで終わらしちゃうと、まあそれは良くないなと思って僕も考えてたんですよ。で、以前ね、僕の仲良くさせてもらってるラーメン屋の店主さんと飲む機会があって、まあ、その方がね、まあ、自分がラーメンを作るだけじゃなくて、その売り上げとか、まあ、お客さんに元気になってもらうとか、何かこう自分のラーメンで還元をしたいなんていう話をしてたんですね。で、その時に僕もそう思うんですよなんていう話を、まあ、自分の題材を挙げて説明してて、まあで何ができるかなって考えた時に、やっぱりね、まあラーメン屋さんも僕らもそうなんですけど、視聴者さん、お客さんから、まあ、見てもらったり食べてもらったりしてね、お金をいただいているので、せっかくその皆さんからいただいたお金で何かできないかなと思って、まあ、毎日ね微量なんですけど募金をする動画をつけるようになりました。まあ、僕もね、投稿頻度がだいぶ上がってきてはいるので、ちょっとね毎回毎回がね、その各自治体にとか募金にとかいうちょっと手間がなくて、まあ毎日でもね募金ができるようなコンビニを選ばせてもらって今入れてはいるんですけど、まあ正直もともとね募金っていうものに関してそこまで関心はなかったんですけど、今改めてねこうやって自分でやってみると、まあいろいろその募金を始めてからね、まあ災害とか、まあ人がやった事件とか、まあそういったものに対して募金っていうのが結構あったんですけど、募金のこの活動をする以前の僕であれば正直全然興味なくて、何か手助けできればとか思わなかったと思います。でもね、やっぱりやりだしてきて、まあ、そういったね記事とか事件とかを見ると率先してしようかなって思う気持ちになってくる、てかなってきた。だからまあ正直ね、コメント欄でもこれをやりだしてから偽善行為だろうとか偽善活動だろうとか言われてましたし、もちろん僕も関心が薄かったので、まあ偽善行為だったと思います。でもまあ正直偽善だろうが何だろうがやらないよりは7億倍増しなんでやった方がいいと思いますよ。まあ長くなっちゃいましたけど、一応僕がね募金をする意味とか、理由っていうのはそんな感じです。ということで、まとめた質問コーナーはこれでよいしょ、おしまいでございます。いや本当にね、コミュニティ欄でたくさんの質問をいただいてありがとうございました。まあちょっとね、たくさんの量の質問をいただいたんですけど、動画の尺とかもあるので、まあ、ちょっとね、全部拾いきれずにすみません。まあ基本的に僕の動画もね、食を一緒に楽しんでもらえればと思ってやってて、まあちょっとね、以前に比べるとというか、動画の開始時から比べると、動画の内容とか、まあ編集とかがね、最近ちょっと変わってます。もともとはね、大食いというか、まあ大食い王とか大会もあったので、大食い、僕は食えるんだぞっていうのを見てもらいたいなと思ってノーカットの動画をずっと上げてたんですけれども、動画活動をやっていくにつれてね、若干こう見てもらいたいなっていう趣旨が変わってきて、最近は一緒に食を楽しんでもらえればっていうことでやっているので、まあカットしたりとかね、テロップ入れたりとかして、ちょっと一緒に楽しんでもらいやすいような、編集を目指してやっております。最初の方から見てくださってる視聴者さんに関してはやっぱりちょっと違和感があるというか、変わってしまったなって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、新たなラスカルとしてね、一緒に楽しんでいただければと思います。以上、今回の質問コーナーでした。いやー、バイバイ。